はい、どうも皆様、アーサーです。今回はですね、あるプレイヤーがチートに手を出していたと、そういう連絡がありまして、で本当かどうか、まあ見てみたらマジでチート使ってたらしくてで、そのプレイヤー俺と全くの無関係ってわけじゃないんですよね。以前俺の動画にも映ってたプレイヤーだったんですよ。何の動画かというと、ダークソウル3、道場で勝率 100% の対人ガチ勢が100連勝した結果っていうタイトルで投稿してます。はい、まあ動画の概要欄に URL 貼っとくんで、よかったら見てみてください。でこの動画の実際に100連勝してるプレイヤーがまさかのチーターだったということが、まあ、発覚しちゃったらしいんですよね。あ、やっちまったなこいつと。で、まあ俺の動画にも映ってたから、まあ俺の関係者と言ってもまあ過言じゃないよな。だからまあ触れておくべきかなと。で、まあ何のチート使ってたかというと、スタミナをいじってたのかな。ちょっとね、まとめを今見てるんですけど、なんかスタミナをいじってたらしい。ヒットポイントとかはいじってなかったのかな。めっちゃパリーになってきてるやんこいつかわいい。でね、手釜で宝玉 R1 2発と黒騎士の片手ダッシュ R1 をガードしてたらしい。まあ、普通だったらガード弾けるけど、こいつは弾けなかったと。スタミナがどんだけあるんだということで、まあ、チーターバレちゃったらしいね。このプレイヤー名前がレディ25っていう名前らしい。おい、レディ25見てるかこの動画。ちょっとな、俺が今回お前に説教してやるよ。レディ25、お前見たぞ過去の行い。何？配信者倒して俺つえしてたと。で、それだけでなく、その倒した配信者を雑魚と煽って自作自演までしてたと。お前見損なったぞレリー。そんな、なチートなんか使ってね、勝っても何の自慢にもならねえんだよレリー。ほんと見損なった、お前には。俺はな、お前が、まあ、俺の道場で、もうガチで、100連勝したとき、俺はお前のこと憧れたよ。世の中にはな、まあ、こんな強いプレイヤーがいるんだって、もうガチで憧れたよ、お前のこと。それがなんだ、実際は、ただのチーターでしたと。お前、ふざけてんじゃねえよ。そんなただのチーターカスがな、配信者倒して何煽ってんだよ。雑魚はお前だレディ、ほんとお前には失望した。まあ多分お前はチートを使わなきゃ勝てなかったんだろう。そんな、なまあ負け犬の君に、俺がチートを使わなくても勝てる方法ってやつを今からお前に教えてやるよレイリー。これボイチャ組んでんだろ。俺の装備見てもらえば分かると思うけど、ユータだよ。渇望盾にダークソード、さらに防具はアルトリウス一式、もうクソ雑魚装備だよ。まあ、こんなクソ雑魚装備でも華麗にな敵を倒せるとこ見せちゃったな。見たかレリー、これが俺の戦い方だよ。あれ、お前今のホストじゃなかったの？あ、すいません皆さん、今のなかったことにしてもらってもよろしいでしょうか。
ああ、これさっきのホストだよな。俺さっき一人倒したよな。なんで4人になってんだ？一体何があった？まあいいや。リベンジするいいチャンスだな。いや、ここら辺でな。今、チーターのレディー2号くんのために、あ、そう、俺ね、俺以前無敵チーター倒したんですよ。その無敵チーターはね、レディー2号みたいに、もうスタミナだけいじってるっていうタイプじゃなくて、もうガチの無敵だった。ヒットポイント無限。あと、FP も無限。もうスタミナも無限とね、もうガチの無敵チーターでした。まあ、レディー2号くんもチートを使ってたということでね、もうこれは、もう完全に、もう格付けが決まってしまったようなもんですね。俺が倒した無敵チーターは、まあ、レディー2号くんより、チートのレベルが高かったので、まあ、あれかな。実質、俺は、まあ、レディー2号を倒したと言っても過言ではないか。過言じゃねえな。あ、俺、レディ2号倒したわ。すまん。や、強えわ、俺。ああ、チートを使わなくてもチーター倒せるわけだからな。ああ、俺、強え。ああ、チーターって弱えな。みんな雑魚しかいねえわ。な。まあ、でも実際そうだよね。俺、だってレディ2号より、レベルが高い無敵チーター倒したわけだからさ。まあ、実質レディを倒した。これはチーター狩りだね。すまん、みんな。また俺チーター倒してしまったわ。俺どうしてこんな強えんだろう。多分レディー2号くんもね、あれ、スタミナだけいじってた理由は、多分スタミナはバレにくいと思ったからでしょ。チートが。確かにスタミナはバレにくいけど、結局バレちゃったね。また俺の犠牲者増えちゃったわ。困っちゃうな。まあ、チートに手を出すってことは、チートを使わなきゃ勝てなかったんだろうけど、まあ俺はな、チートを使わなくてもチーターを倒してしまうわけだからな。自分の才能が怖いわ。これ来るな。やっとか。まあ、ここまでね、まあ散々、レディ2号くんのこと、まあ、説教してやったけど、本当言うとね、俺と彼は、まあ、似てるところがある。まず、まあ、レディ2号くん、名前が、レディ2号だから、多分あれかな？ 25 歳なのかな？俺とね、年近いんですよ。で、なんかね、一日中ダクスやってるらしいんだよね。つまりこれは、ニート？俺と同じじゃねえかよ。そう、彼と俺はね、少し似てるところがある。ただ、決定的な違いとして、もうチートに手を出したか、出してないか。これだよね。この一点だけでもだいぶ違うってことがね、今回皆さんにも分かったと思います。チートは恥だからね。もうやめましょう。でね、仮に、もしチートに手を出しちゃった方、いたら、もうぜひ、俺に、連絡ください。俺が、まあ、あなたのことを、もう華麗に倒して、まあ、動画として、もう晒して、まあ、今回の、レディー2号くんみたいに、もう説教してあげるから。ほんと。社会舐めてんだよな、こいつらは。もう勝てないからってね、チートに手を出すってことはもう舐めてるよ。こいつ、ゲームでもそうだからな。もう絶対社会を舐めてる、こいつらは。そんなんじゃな、やっていけねえよ。リアルでも。多分リアルでも、まあ、ロックでもないやつになっちゃうんだろうな。で、人様に迷惑をかける？それじゃダメだ。俺がな、しっかり、調教してやるよ。待て、これちょっと、誰が敵かわかんねえ。 一旦引こう。
まあここまで大口を叩いたからには、もう絶対に敵を倒さないと 俺のメンツがな ちょっと立たなくなっちゃうんで、まあ倒してみせますよ。はい。ここで負けちゃいけねえな。まあチーターの場合はここでチートを手を出して圧勝するんだろうけど、そんな勝ち方ダメ。俺は自分の力のみで敵を倒す。そして格の違いを思い知らせる。さて、ここで神ぐらい来たから、蹴りつけるなら今かな。ホストどこだ？いねえな。そこか。レリー2号。今から、俺とお前のな、格の違い見せてやるよ。お前はこの場合、もうチート使って、もう瞬殺するんだろ。でも俺は、違う。今までのね、経験を生かした戦い方をして、勝利に導く。いいぞ。さらば。俺の勝ち。はい。ということでね、チートはやめましょう。ご視聴ありがとうございました。